いまして元気だよーっていう数日間ちょっとあの音信不通みたいな女だったので <laughs> ちょっとなんか動いてる姿をみんなに「こんにちは」しようと思ってこんにちはしてます <laughs> なので少しだけ30分ぐらい配信したら終わります <laughs> こんにちは。 こんにちはみんな元気だから安心してください <laughs> まだなんか本んと鼻声で自分でもなんか耳キみたいなもうなんか鼻かみすぎてもう自分でもやばくて本当になんですけどそうだけども体は大丈夫なので元気だよっていう報告です はい <laughs> そうあのー、急にあ喉がね痛かったんですよ最初最初すごい喉が痛くなっちゃってでもこの前カラオケ配信したじゃないですかでその後だったからあカラオケ配信したからなんか喉が痛いんだみたいな思ってたんですね最初普通によくあることやんでで,でなんかそしたら次の日急にめちゃめちゃ 熱が出てしまってそうで8度8とか一番上では,はもうなんか結構出たんですよ熱がそれで「あやばい!」ってなってあ「これは結構熱が出たからインフルかコロナになってしまったのかもしれない」って思ってまあとりあえずもう大事をとってお休みしないといけないってなりましてだからショールームも結構。 前日とかに多分もう出しててまあそのね原因があれじゃなかったにしろまあねコナーちゃんに来てもらう予定だったけどそんなこんな鼻声でであの何て言うのちょっとねまだ治りかけぐらいの時にその隣にいてもらうのは申し訳ないからもうここはちょっと早めに出して。 おやすみでっててていいいう形にさせていただノアちゃんがねノアちゃんが見れるのを楽しみにしていた方もたくさんいらっしゃるだろうから本当にごめんなさい私の体調不良でまたいつかちょっと好菜ちゃんには改めて私が元気な時に <laughs> 来てもらえたらなと思ってます <laughs> 今もう耳がずっと詰まってる自分の声がすごくこもってる <laughs> そうそれで、まあ、次の日 あの病院に行ったんですけどでどっちのチェックチェック検査どっちもしたらどっちも陰性でそうどっちも違ってでもその頃には結構熱は下がっててそうまだ体はだるかったけど熱は下がっててだからまあ確かに違うかもなと思ってう熱は1日で結構下がったからそうででもまあどっちも陰性だったので。 まあ、お家でで安静にししててっていう感じででしたね本当は昨日もいよりの舞台に行きたかったんですけどまだちょっと鼻がねこんな感じだし鼻すすってしまったりとか舞台では良くないなって思ったのでちょっといよりの舞台も行けずショックそれが結構一番ショックかもしれません <laughs> 行けなくてそうメンバー結構行ってたと思うんですけど行けなくなっちゃって。 ショックって感じでしたでもメンバーもみんなさすごい「いよりの舞台良かった」って言ってるかなあんなも行きたいって思ってそうなんですよけどね、まあ、しょうがないでまあもうだいぶ復活して今日は今日久しぶりにメンバーに会いました <laughs> めっちゃ久しぶりに会ってみんなと。 結構数日間お休みにさせてもらってたりまあお仕事あったとしても一人のお仕事と一人というか,なんかメンバーと時間違ったりとかして全然合わなかったからそうだから久しぶりにメンバーみんなに会って「おはよう」って言った瞬間「声どうした?」って,って <laughs> みんな声にびっくりしてた「でも元気だよ」もうねもう熱が下がってからはもう3日ぐらいは経ってるかなもうみ結構経ってるんですけど そうでも大事な結構リハとかを今回休んでしまったのでちょっと心配なんですけどこここから取り返していいいきたいと思いますこの鼻声はいつ治るんでしょうかまあでもメンバーもマネージャーさんたちもみんな周年前でまあまだこの時期でよかったねって <laughs> 言われててまあ私もそうだなと思ったしファンの方もみんなそう思ってるんじゃないかなと思います <laughs>。 今でよかったねって <laughs> 今でよかっったねって本当にまあ不幸中の幸いということででもね本当に何があるかう分かんないからもう周年も無事に住人みんなで元気な住人で迎えておわれたらいいなと思っています でもみんなからの,あのツイッターでねみんながすごい「大丈夫?」って言ってくれてて優しいなと思って嬉しかったありがとうございますでも久しぶりに私多分体調崩してインフルぶりぐらいに体調崩したんですよなんかちょっと体調崩すぐらいはあってもなんかこんな熱が出たりとか結構もう寝込んじゃうっていうのはなんかあの注射ワクチン打った時はなったけどでもそれ以外だとあの伝説の 6人,6人イベント6人半分インフルエンザの時期伝説のあの時期から一度も多分大きな体調不良っていうのはなってなかったので、うん、<laughs> そうなんですよ久しぶりにちょっとこうなっちゃって久しぶりに声もこうなっちゃってちょっと悲しかったんですけど悔しいんですけど。 というん <laughs> そうまだ鼻声なんですよ <laughs> でもさえ本当にさでも私はもう本当にすごいと思ってるのが他にもさメンバーさまあ私よりも全然長期間体調崩してないメンバーとか結構いてやっぱ私的には翔子とマイカが本当に。 すごいなって思って翔子はなんかねめっちゃちっちゃい頃からなんか全然ね体調崩してないらしくてこの前話を聞いたときにすっごい感動したんですよねなんかね言ってたなんだっけななんか小学校か中学校かいつか忘れたけどからなんか別に崩してないみたいなこと前言ってた インフルとかにもなななってないし本当になんかとマイカはすごいよなんかあの2人が結構一番イコラブだとなんか健康 <laughs> 健康なイメージでもなんか翔子は健康なみんなイメージあるかもしれないけどさマイカはさ分かんないよね <laughs> だけどねそう健康な、健康というかね風邪ひいてるのをねあんま見たことないんだよね でもさ、なんか私がちょうど休んでいる間にすごいマイカさこうソフトバンクさんのやつだったりドラマだったりさ、ね、すごいいっぱい解禁されててもうこんなに頑張ってるのに体調崩してないマイカすげえと思って <laughs> もうなんか自分がすごいその時情けなく感じたもん <laughs> 本当に本当にに何かこんなにもなんかこやってるのになんでこの子こんな元気なんだみたいな <laughs>。 <laughs> 本当にすごいってめっちゃ尊敬した寝ながら <laughs> 寝ながら尊敬してましたねすごいよね <laughs> だってまあうちらは正直インフルエンザになった時みんなで住んでた時だからさまだ一緒に <laughs> うちらアンとかリサとかはインフルエンザになってるのになってないからねマイカは。 頼もしいけど心配ですよ早くねもんじゃいっぱい食べて食べてほしいねでも多分クレープも食べたいしもんじゃも食べたいだろうからうんいっぱい食べてほしいなと思います <laughs> もんじゃが秘訣ではないと思う <laughs> もんじゃ好きになったの最近だもん <laughs> ねえインフル打うつらんかったんすごいよなよくなんかうん やっぱね共同スペースは一緒に使ってたしみんなで <laughs> うんそう看病してたよねお互いなんか絶対買ってきてたでも私が今回も体調悪くなった時もマイカが「別に今は一緒に住んでないけど何か食べたいものある?」みたいな「買っていこうか?」とかって言ってくれてそうでもね普通におうちにゼリーとかあったから「大丈夫だよありがとう」って言ったんだけど っていう、でももう元気になったので <laughs> こんな声を聞いて元気になったとか言われてもさなってねえよって思うかもしれないんですけど <laughs> んでも食欲ありますだってあんなか今日チュロス食べてたら元気やんって言われました <laughs> スタッフさんに <laughs>「チュロス食べれる元気でよかった」って「言われた <laughs> チュロス食べれてよかった」って言われた <laughs>。 でもほんとは炭酸飲みたかったけど今日は炭酸はやめといた <laughs> チュロス食べたえでもなんか <laughs> あの今日ねめっちゃ結構大人数で行かせていただいて今日はちょっと 4DX にメンバーともうスタッフさんとスタッフさんもね何人ぐらいおったやろうね127人ぐらいおったかな 合計は 10, 10何人15人ぐらいかな1 4 1とかでちょっと見たんですよだから大量になんかポップコーンでもポップコーンもだし、あのー、チュロスとかあと飲み物とかもうめっちゃ買っちゃったからもうお会計やばくて <laughs> レシート超長くてやばかった <laughs> そうこんなになんかレシートとか長い なんかコンビニとかコストコとかさスーパーとかなら分かるんだけどなんでコストコ出てきたそうなんですけど普通に映画館よこんな買う人絶対におらんよだけほんまにすいませんって感じえ普通に映画館で見たよ普通にえ普通にファンの方いたよでもそんなになかった 気づいてたんかななんかギリギリにやっぱ入ったりしたからど,どうだったんだろう分かんないけどでも別に誰にもメンバーみんな会ってない会ってないというかそんな,なんかうん今日いてるメンバーをみんな一緒うん多分多分 <laughs> とか言って自分でもよく分からん <laughs> 多分 <laughs> びびっくりよね本当に横並,び、うん、横並びでもなんか 4DX ってすごいこう背中の後ろとかも高いから後ろとか見えないんですよあれ多分分かんないけど一番後ろの席座っててうちらがでその前にスタッフさんたちが全員座ってたから多分後ろ振り返ってもあんま見えないと思うしそうでもめっちゃ 4DX もでもなんかいっちゃん声出したのがあの一番最初のなんかうちらの映像じゃなくてあのー。 4DX はこんな感じですよみたいなこう映像あるじゃんあれがいっちゃん声出すよほんまにしかも結構座ってちょっとしたらちょっとして急になんか心構えまだできてない時ぐらいになんかブーンってきたからもうみんなで「ハハっつって「シー」みたいな <laughs> もう一度「ハとかって言っちゃってみんなでそうちょっとなんか焦っちゃいましたうん <laughs> そそうそうしかも私たちあの動画で一回体験してるんよだけなんか全然わか,わかっとったんよいやすごいの来るってなのにもかかわらず全然わーとか言ったし最後こうやってなんかブーンみたいなちゃんと最後ねブーンってやってた <laughs> ブーンってやるの分かってたからそこがねちょっと一番ね騒いじゃいましたその瞬間がでもねサブリーミナル君がいいプシュ 体験できたしいいろいろでも私が唯一ちょっと体験できなかったのが一つだけあってなんかみんなは体験できてたしメンバーは私だけ体験できなかったのがあの匂い <laughs> 匂いだけはあのこの鼻なんで鼻詰まりすぎてあの何にもわからんっていう <laughs> ちょっと匂いだけは残念ながら感じることがあんまりできなかったんですけどそれ以外は感じてきました はい、鼻づまりのせいで <laughs> でもみんな匂いも感じたっつってたよ、はい、私はちょっと覚えてないですねあんまり匂った記憶がないシャボン玉とかにも可愛かったすごいでもなんかライブ中はなんかもうずっとこう揺れてる感があった 4DX はそうでもすごいすごいなんかすごかった そうなんかみんなのそのお家でやっぱパソコンとかで見てたけどそれとはやっぱ全く違ってこうね映画館で見るっていうのは、ね、すごかったしインタビューの時のビジュアルみんなよすぎたえ思ったそれかわいかったみんな <laughs> うん迫力がねすごかったです壮大画面で。 映画見た後エレベーターでおさぶたって余韻に浸ってる人いた。<laughs> かわいい。かわいい。えねフォーディエクスクリーンも見たかった。今回はねフォーディエクスで見ました。スクリーンはついてない。 そうそうそう週によって違うんですよねあと週によって多分あの一番最初の「今から上映開始です」っていうメッセージもなんかメンバーが違いますだから見てきましたそれもでも一人で見てらっしゃる方とかもやっぱいたしそうそうだからね全然一人でも行っていいと思う 4DX とかも <laughs> アトラクションね本当にアトラクションみたいな感じ、うん、楽しかったです是非まだ見てないよって方も 4DX はまだ見てないよって方は是非 4DX でも見ていただいて今日の夜夜中気をつけてね <laughs> そう 4DX とか 4DX スクリーンとかがあるのが、ね、あんまりねないからちょっとそうなんですよね 応援上映の時の動画、何気にジャロルでバトンタッチ。ああね。そうだった。そう、今日声出し上映ありますよね。この後お友達と 4DX 行くって。ありがとう。全バージョンで見ました。すげえ。ありがとうございます。広島そうだよね。でもう、それ言うと、福山ってありますよね。応援上映の日。私たちは静かに見ました。<laughs> 早起ききつい私たちも今日早起きしたよ <laughs> 今日あんなだから何時起きたの今日は今日6時半に起きました <laughs> 近くで花火あるけどイコラブの映画優先しまして <laughs> えらい <laughs> 今日6時半なんか久しぶりに起きたから早くねなんか起きれるかなって思ったけど起きれましたなんかでもねそのお家で住んでる時に なんかもう人恋しすぎてメンバーに会いたすぎてなんかマイカにもなんか無理なんかもう人に会いたいとかって送ってて<笑>,笑われてた <laughs> そうなんかね人恋しくなっちゃって本当ににんかもう誰か会いたいみたいな <laughs> 誰かに会いたいみたいなでも今の私は会えないみたいなそう。 数日間は、まあ、普通に風邪だったけど、まあ、念のためさお家にこもってたから本当にに何かこんなにも数日間メンバーになんか会えなくてそうで、うん、なんかリハーサルとかってリハーサルの映像に自分がいないってことが珍しくて自分がリハーサル映像にいないことってあんまりないからって代打で先生がやってくださってるんですけどそういうのを見るっていうのもなんか。 見てたらなんかなんで私いないんだろうって思ってきて <laughs> 病んでないけどなんかちょっとこうブルーな気持ちというか、まあ、なんで私はみんなが頑張ってるのに私は家で何してんだろうって思ってきてそうで不思議な気持ちになってきて <laughs> そうもうなんかでなんか みんなに会いたくななってでなんか会いたいなって思ってる時になんか元気が出るフォルダーが追加されてそれ500枚になったみたいな言ってたじゃんで今多分502枚とかでそう同じ日になんか2枚ぐらい多分追加されてってで絶対今日撮った写真なんだろうなと思ってあ今日はこんな感じだったんだと思ってあのお家でその後一人で元気が出るフォルダーを見てあの元気を出してました<笑><笑> なんかね、やっぱ人恋しくなるんだよね元気出してたそれで <laughs> そう人恋しくなってたなんか最初はもう喉痛すぎてもうなんか動けないしもうなんかうーんって感じだったけどちょっと元気になってきての喉も復活してきてでもまあちょっとだるいなくらいの時 が一番なんかこうなんか誰かと喋りたいなみたいな感じになってたで今日久しぶりにみんなに会えて楽しかったです6周年コンサートで単独コンサート初参戦ノアちゃんありがとう 体調崩してるピース <laughs> ピースじゃないけども <laughs> 早く元気になってね分かる笑顔のレシピ号泣分かるみんなで今日言ってたやっぱいい曲すぎるってみんなもね寒くなったし なんで別に寒かったとかも特にないけどなんで体調を崩したのかちょっと本当に謎なんですけどまあ季節の変わり目なのかなーって思ってだからみんなもね気をつけてくださいねまあ気をつけててもなるものはなるかもしれないけどさしっかり栄養をとってしっかり寝て。 ストレスをためない生活を皆さんしてくださいねうーん免疫が低下してたんかな分 <laughs> かんないけどでももう元気になったので大丈夫寒暖差に勝ちましょう <laughs> でもささなななんかかまださ暑ってなる時ないだから私も今日さこの下半袖だもん半袖ででもパーカをー着てるっていうそう暑くなったら脱げるようにしてるそうなんか移動中とかやっぱ暑くてそうでなんか暑いとまたしんどくなってきちゃう人なんですよ私は体がか暑いと思ったらもう脱ぎたい人だからまだちょっと私半袖を片付けられてなくてまだ半袖着たい人なんですよ そう歩いてたら暑くなるしって思ったら,そうだからこういう脱げるもの着たり脱いだりすぐできるこういうものをちょっとねまだ着ちゃってますねこうやってでもちょうどよかったあの映画見てる間はこれが。 この格好がすごくちょうど良かったです <laughs> これでもちょっと寒かったかも映画ってやっぱ寒いじゃんだからだからパーカーとか一枚あった方がいいと思うです そそうそう4ク x は水とか風とかもくるからやっぱ余計寒いまあでもこうやってこうやって動くからまあちょっとそれもあったまるのかもしれないけどまあでもちょっと寒いですねだからこれがちょうどよかったですで暑い人はこうやって半袖お中に来ていってくださいこれで調節してくださいねという感じで 私が元気だというのは伝わったでしょうか。早く鼻が鼻声直してねって。思っておいてください。<laughs> 伝わったよーって。よかった。 <laughs> 感知して感知してなく聞こえるよねこんなんじゃないでもねだから今人恋しいからこうやって人と喋りたいんだよね <laughs> 人と喋りたくなってるからしゃ,しゃべりたかったしかも今日は土曜日だしね みんな何してるかなと思って寝てたの可愛 <laughs> かわいい鼻声でもかわいいって甘やかし甘やかしの人たちだ <laughs> 布団の中です一生布団の中にいる気か <laughs> メイカとヒフちゃんのシーフめっちゃフフフフフフ めっちゃ可愛かった。なんか癒されたあれで。私は。とても。とても癒された。マイカとヒーちゃんに。ちょうど体調悪い時だったから。あもう可愛いあもうなんか可愛いせか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 えー、みたいな。えせかせかされたいみたいな <laughs>。毎日この2人になら、急かされてお家を出たいって思ったよ。せかさんといてって。せか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 って。可愛いいと思って。なんか、笑顔になりました。ほんとに。 2人とも可愛かった二人とも超可愛いしなんかもう超最高だった何回もリピートしたしあの全部メイキングとかも全部見た <laughs> だってなんて言ったって暇だったんだもん <laughs> なんて言ったってお家で暇してたからさうん可愛かったほんとに。 けさひーちゃんさあの髪型がさあの髪型をして可愛いっていうのってさもう本当の可愛いすぎてさもう本当に可愛いもう私があの髪型してたぶん私はネタにしかなんないマジで本当に。 可愛かったマイカもこれかわいかったこんなこと本人に言ったら怒られちゃうかなかわいかったでも <laughs> 癒されたうわ対面でやってもらおうかな増えそうせかしてください <laughs> 怒っちゃうよマイカちゃん絶対絶対やってくんないよなんかめっちゃなんか数人とかだとやってくれそうだけどもう,もうみんなに言われたらもう「やだ!」ってなっちゃうきっと <laughs> あんなんやってくれません <laughs> やってくれません禁種令出ちゃうよ絶対いりません フフフフねえかわかったいやでも私はせかしてるわ私人のこと多分せかしてる <laughs> どっちかっていうとせっかちな人だからうん私はせかす側かも そう本当になんかこの前も何人かでいてアンナと何人かでいたんですよでその時もなんか「私はもうこの電車に乗りたい乗らなきゃ間に合わないよ」ってでもあとの子たちは「待って」みたいな「もうそれのもう一個後にして」みたいな「いや何分出る」ってアンナ言ったよねみたいな。 そ <laughs> したら「は今足がしびれで立てない!」とか言い始めたりまだ全然片付いてなかったりもういろんな子がいて「ほら行くよ!」って言って私が片付けて「<laughs> 早く立つ!」とかっつって <laughs> それでもみんなでめっちゃ爆笑しながら言ってたの <laughs> で,もうでも彼に乗るのみたいな私はじゃないと間に合わないよみたいな遅刻するよみたいな言ってて「一本あとぐらい大丈夫だよ」みたいな他の子たちは「うん、私はダメって。 S、1本、1秒の遅刻を許さねえっつってダメって <laughs> で私がめっちゃ早歩きしたのそっからそしたら「ねえ早いや,やんな」って言われながら <laughs>「早くこれについてくる」って言って私はめっちゃもう「行くよ」みたいな「<laughs> ダメ」みたいな「この電車に乗らないと遅刻するの」って言って何人か連れながら「行くよ」って言って頑張って私についてきてもらったのでも ここが山本アンナなんです。<laughs> ピッてやるじゃないですか。<laughs> チャージしてくださいってなって。アンナが <laughs>。それで爆笑。もうみんなで。ねな何やねんみたいな <laughs>。おめえかいみたいな <laughs>。おめえがチャージしてくださいってなるんかいみたいになるやん <laughs> で。アンナチャージしてください。でもね、朝、 チャージしてくださいってなったからチャージしたつもりだったのあんなはでも <laughs> そうオチがちゃんとあるの <laughs> でもなんか「えみたいな「なんで?」みたいなあの中では朝「朝チャージしたやん」みたいなでもそれがチャージできてなくってそう <laughs> で立場逆転よほんまに <laughs> それでも <laughs> あのメンバーは改札を通って待ってるの <laughs> めっちゃ笑いながらであんなは「えー!」みたいな <laughs> <laughs> それでまあ無事通って無事乗りたい電車にも間に合ってあの結果オーラ来っていう話なんですけど <laughs> マジでなんかもう私らしいし私らしいしといかもう全部が全部がイコラブらしすぎてなんか展開全てが展開全てって私がなんか「早くして」ってちゃんと言うけど私が最後にやらかすでもみんなで結果間に合うっていう,なんかもう全部がイコラブザイコラブのエピソードすぎてマジでもう。 ずっと笑ってた <laughs> 本当に本当に、まあ、私がやらかしたっていう話で本当にごめんなさいって感じなんですけどすいません <laughs> みんなどっちタイプいっぱい後にしてもういいじゃんっていうタイプか私タイプか私タイプの人はチャージし忘れしとかないといけないよ <laughs> っていうこともありました最近など そんなこともありましただってさもう何時に出るからねって私が全部電子調べて「何時に出ます」って言ってたそしたら一人「え何時に出るって言ったじゃん」とかっていう「あのいやもう何時だから」みたいなそしたら「えー、みたいな。<laughs> でももう片方はな足がしびれて動けませんとか言い始めるしもう本当にいに「日陰にして」ちょっつって私はい日い陰にしてよ」行くよ絶対に乗るんだから早くやる!る」とかってマジで違うモバイルか携帯でチャージだったのね携帯でチャージしたつもりだったんですけど足しびれてるの意味わかんないよね足がしびれて動けませんとかって言ってきて 無理ですみたいな「立てないもん今」とか言われて「知らんから」みたいな「立て立て」って言って「<laughs> いやちょっと汗がしびれて」って言って「もう早く立って」ってもう皆さんご自由に予想しておいてください結果は教えませんので <laughs> 結果は教えませんけどだから聞かないでください誰にも「あなたですか?」ってショールームした子に。 でも最近のそれがなんか面白かった話自分の中で自分も最終的にやらかしてるのでみんなウィンウィンの関係ウィンウィンみんなトントンの関係トントン分かんないけどまあそんな関係は、まあ、イコールな関係みたいなところですね <laughs> 絶対イコールな関係はさもっといい時に使うべきなのにさ <laughs> こんなとこで使うなってね エピソードはいそうですそうよマイナスにはなってないよだって最終的に間に合ったんだもんただ たただおもろかったって話イコラブらしい <laughs> エピソードだなっていう話 <laughs> そう終わりよければ全てよしだから <laughs> 4コマ漫画っぽい確かに4コマ漫画っぽいでしょ でも結局なんかその後その電車降りるじゃんそっからの道順はなんか私より、まあ、その足がしびれてた子の方が詳しくてすごくその子が率先して「こっちだよこっちだよ」ってやってくれたので間に合ったってとこもあるのでこうやっぱいいですね本当に。みんなみんなで助け合ってなんか <laughs> めっちゃいいように言ってるみんなで助け合ってこう自分ができないところで。 お互いを引っ張ってるところがなんかすごくイコラブらしいなと思ってはい誰とは言ってませんよ <laughs> いいエピだもん <laughs> 結果いいエピにしてる <laughs> いいいいいい話に持ってってる <laughs> 補い合えるのがイコラブなんですっていうは <laughs> いよかったです 地元に乗,りかえ乗り遅れと12時間待つからってマイペースだけど遅れられそれは遅れられないわそれは遅れられないねやっぱね東京だとねあれだよね確かにうん5分とか34分とかかな山手線とかだと何分なんだろう 何分間隔なの一番速そう感覚は知らないけど適当だけど <laughs> イメージ東京といえばやっぱ山手線じゃないの <laughs> あの広島の時から唯一知ってる線山手線なんだけどそれ以外は知らんかった 広島はさ地下鉄とかもないからさでもいつかやってみたいのはなんか適当に電車乗ってどこに行けるかなみたいな「でなんか行ってみちゃった」「来ちゃった」「なんかここで美味しいもの食べよう」みたいなさ「ぶらり旅」みたいなことやり そう、広島は路面電車 MV 私のソロの MV でも路面電車登場しましたでもさ路面電車他の県にもありますよね東京にもありますよね東京にないの路面電車ってちょっと違うのかな え、わかるそう広島はなんかちょうどいいんよね東電荒川線があるってでも広島の方が路面電車だもんねきっともっと街中を走ってるもんね広島の方がね <laughs> 広島はでも本当に都会すぎず田舎すぎずっていう中間だし ちょうどいいと思ってる私も住みやすいと思ってるそうよ路面電車マウント目覚ましライブの後に花だよりの聖地巡礼するって嬉しいありがとういい街あれでしょ魅力度ランキングだっけなんちゃら魅力度ランキングじゃないっけなんか福岡が1位のやつ今年11位だったよね広島まあ47都道府県でのね 11位なんで素晴らしいでしょうもっと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 魅力を伝えていきたいですねうん大分行きたい大分行きたいね2位が神奈川とかだったよね確か1位もう安定に絶対福岡だよねいつも <laughs> 福山の方とかもうん行ったことありますよ何回も 何,何ランキングだったんだろうあれ魅力度ランキングなのかなまあでもねあれはランキングだけどまあどこも魅力なんですよだからまあランキングをつけるのはあれだけどまあ形として大事 <laughs> ってことでそれも逆にネタになるということだよね 昨日はサッカーを見ててさそうサンフレの女子の方のう選手も出られててそうで活躍されてて勝手に嬉しくなってた昨日すごかった <laughs> 4対 1, 1で勝ってさサッカー女子 お母さんが結構サッカー好きで <laughs> なんかハマって見てるんだけどずっと LINE してた「点入ったねとかっつって最近スポーツいっぱいやってて楽しい映画見てきましたライブ行きたくなったって待ってるよ周年待ってるよみんな10月1819 ありがとうサッカーしたのナもサッカーもしたいし野球もしたいしドッジボールもしたいし <laughs> そういうことするの好きですでも広島も新スタジアムがねどんどん完成に近づいてるから新しいスタジアムができるので。 6周年のグッズねいつ発表されるんだろうね私達も知らないし私達も見たことないからわかんないです <laughs> 事前販売いつもないんだっけ周年はもうないかなだってあともう10日とかだもんね <laughs> 去年あったのアクスタ出てほしいアクスタはありそうだけどどうなん 前日豪雨過ぎて中断されてた代々木そうだ中断されてましたそうでした思い出しましたなんか事前販売してたんだどうなんでしょうかね今年もじゃあそこで事前販売があるのかあの夜あんにライブステーションである時もあるからそっちじゃなくてでも2日間あるもんね じゃあ3日間ぐらい買えるってことなのか,ななか、ね、楽しみだねどんなグッズなのかでもロゴめっちゃ可愛かったからああいう系統なのかなどうなんだろうね <laughs> 当日朝ショールームしてたかもねなんか私さライブの日の朝とかショールームしてよくやってたもんね今アんナのショールームしてる人は一回転してみてくださいとかわけわからんことしてたわ わけ分からんことなしてましたなまだ毎日アイドルやったからな今年もせんといけん <laughs> みんな暇かなと思ってなんなが遊んでた <laughs> みんなで <laughs> カニさん歩きをしてみましょうとか <laughs> わけわからんことしてたわ そしたら今アンナの配信を見てる人が分かりますみたいな <laughs> みんなチキってやらん,ややらんのやからでもちょっと動いちゃいましたって人とかも結構多くて可愛かった<笑><笑>見てたけどできなかった大丈夫9割の人がそうだから <laughs> エンターテイナー <laughs> って感じで終わろうかねそろそろ。 コラボのライブ初めてなので楽しみですってぜひ皆さんお待ちしておりますよ10月18日、19日埼玉スーパーアリーナ待ってますまだ間に合うよきっとまだ迷ってるよって方はぜひどっかで受け付けてんじゃないんですかね <laughs> 勝手にどこで受け付けてるかわからんけどちょっとそれは探してもらって わかんないけども是非まだ迷ってるよって思ってくれてる方は是非是非是非ぜひお待ちしてますいつか絶対来ますって待ってますそうね平日だからなかなかね夕方回コラボの映画見てきますねってありがとうございます ね、喉はマジ復活させないとやばいこの鼻声をどうにかして頑張ります <laughs> はいどんぐらいで鼻声って治るんだろうねこの喉は分かんないけどでももう元気なんかでも家で寝てるとちょっと体のだるさがまだあったりとか 結構して朝とかもまだちょっとおーって感じな時もあったんですけどやっぱこうやって動かないからかなと思って体力がなくなっちゃってたなって思ってやっぱちょっと動く動いた方がなんか気持ち的にもそうなのかもしれないけどなんか元気な気がしてきたしてくるよねなんかずっとさ家で寝てるとさなんか自分はなんか今体調悪いんだって気持ちになっちゃってさなんか。 治,治ってない気持ちに熱なくてもさなんかしんどく思えてくるけどさそうなんかもうねそう寝疲れしちゃってそうけどやっぱ少しはさこうやってちょっと動いたり喋ったりしてる方がなんか元気になってる気がするしそうなんしんどさが全然ないので、うん、よかったですあとは鼻とか声とか だけなので直したいと思いますということで終わります皆さんさようならバイバイみんなも気をつけてくださいね体調には本当に元気が一番ですいよりの舞台行かれる方は楽しんでくださいイコラブの映画に行ってくれる方はぜひたくさん応援してきてくださいバイバーイ 还有呢了，拜拜。拜拜